ダン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 作ってみたいと思います。材料はこちら。今日はピカピカ手作りスーパーボール。ちょっと声ピカピカ声の説明してみんなに風邪をひいてしまって声があんまりおかわになってます。ピコピコスーパーボールなの？ピカピカなんでピコピコ？そっちの。ピカピカピカチュー。これね、すごい大きいんだよ。完成サイズ45ミリ。4.5 センチです。こんぐらいかな。このぐらい。このぐらい。中開けてみよう。はい。おーちゃん開けます。せーの、で、じゃじゃーん。わー、カプセル。うちも説明書はありません。わー。わー。これ衝撃を与えるとピカピカ光る玉です。やってみるよ、せーの。うわうわうわ、すっか光った。あれ、あれ青とさ緑しかって、おおやった、できた、光った、ポンってやると光ったよ。うん、よし、それじゃあ早速作ってみましょう。まずは組み立てて、あ、できた難しいね。誰もいないが、わ、鬼パパ来た。雷様みたいだな、ドリフの。じゃあそんな感じでしょう。はい、雷さん。ピカカ。虹雷。みんなに無視されてるよ。はい、いや、じゃあやりましょう、やりましょう。振動は出ちゃった。こんな感じです。ちゃんと真ん中に、はい、ピカピカするボールが来てますね。よし、衝撃与えてみよう。お。だったー、はい、よし、じゃあこれに好きな粉を入れていきますね。こぼさないように気をつけて、うん、おー、なんかおーちゃん怖いよ。あ、取れたー。なかなか難しいね。いいよ。神様、神様、ごめんなさい。こぼした子いないけ。いるいるいる。一番下はこのピンク色かな。おーちゃん、別の色もできるよ。うわあ、うわあ、こうしたく、いやいや、はい、綺麗な色になるといいね。一回トントンした方がいいかな、これ、ね、白光った。おー、あ、こぼした。こぼした。大丈夫大丈夫、神様、後で拾って入れてみたら。じゃあ次何色、おーちゃん。紫。え、青です。わざとこぼしてんのか。黄色。あ、ちょっと、あ、層になってるね。綺麗よ。うん、綺麗綺麗。あ、これギリギリまで入れるタイプ。そうだね、ギリギリまで。ジャロー。うん、ジャロー。オレンジ。ラジ。まーちゃん、もうちょっとトントンしてもいいんだよね。はい、こんな感じでいっぱいになりました。じゃあまずはまーちゃんからやりましょう。はい、はい、お水をコップに入れてください。はい、じゃあ、じゃあ2つの上はゆっくりだよ。はい、じゃあゆっくり入れてみてください。溢れる溢れる。溢れない、大丈夫よ。溢れる溢れる。おお、奇跡だ。ぴったり。ぴったり。ぴったり。うわ、すっか。はい、次おーちゃん。おーちゃん、炊飯器で炊きますね。はい。よし。冷
たいよ。あ、染み込んでく。え、ちょっと足りない水。あ、いいね。はい。じゃあ、まったこの感じで染み込みましたね。これで2、3分。はい。はい、はい。じゃあ、CM で待ってましょう。ポン。はい、おーちゃん、タイマー。はい、3分。押してー。お、動かさない、動かさない。ミニコンド、神様の怒り。どうしたの？お腹すいて、イライラするわ。イライラする。雷でも一発ぐらい出してくな。お、人間の食べ物は。おいしそうだ。あ、はい、ありがとう。じゃあいただきます。どうぞどうぞ。うまそうだな。ああはコント終了。もたもたしてご飯食えなかったんじゃないかよ。水から取り出し、はい、ケースを逆さにして置き、そのまま5分間放置してください。ゆっくり取り出してみて。はいはい、じゃあ取り出して。さあ、はい、この上に逆さ、ひっくり返して、ゆっくりね。おー、まとまってる。おー、いいね。はい、こんな感じ。はい、これで5分間待ちます。よいしょ。はい、ひっくり返して。はい、ボーン。でんでんでんぐり返して、バイバイバイじゃん。はい、おーちゃんのもね。ごはんスタート。イエーイ。こんなの見たことありませんか。割れた。え、なに？これ割れるの？ちょっと勝手に勝手にパカーンってなった。え、これいいの？え、大丈夫？いや、いいの？大丈夫？なんかひびが入ってる。ひびが入ってる。いいの？あの説明は？詰めすぎた？詰めすぎちゃったかな、ちょっと。だ？何変えてないな。あれ、おーちゃんのもパイルすぎた？おーちゃんのもパカッとなっちゃったね。あれ、ちょっともうこれ神様で、神様の握力で、握力で5分頑張らせて。5分ギュッとしてて、神様。雷様、雷のパワーで、ちょっと待って。雷のパワーで5分間お願いします。でん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 、ダン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 。なに？おまえも。中山きんに君か。でや、お前の筋肉、お前興奮いけるか、いけないのか、どっちだ？筋肉ネタよりも脂肪ネタないっすか。脂肪ネタ、脂肪ネタ。タイマーあと15秒。でで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 、あ、9秒。でででででで、おまえも。見て見て、ちゃんとね、ちゃんとね、ちゃんと丸くなってるかな。10分乾燥しなきゃいけないんだね。そう、10分乾燥しなきゃいけないの。おっ、おお、でけっ。え、いい感じじゃない？でけっ、でっかいね。甘いバー。うわ出た。水入ってないの？うそ、あらららら、どうしたらいい？え、今からつける？もう一回。
しょうがないじゃない。おーほんと、ね、水かけてみよう、化粧地で。まっちゃんの大丈夫？なんかさ、あのピンクを抜いてるんだよ。ポロっとしたね。あー、まー、あ、ちゃんのも少しね大きいから、水はなんかあんまり、ね、この中に一回入れちゃってもいいんじゃないの。沈めて、はい。え、2個入る？ブクブク言ってる。大丈夫かな、これで。10分乾燥。はーい。まあね、YouTuber なんでガチなんだからね。成功なのか、失敗なのか。詰め込みすぎだ、絶対トン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 。そうだね。お、10分なったぞ。どう、できたっぽい？じゃあ高いとこからちょっと跳ねさせてみて。せーし、おー、しかったぞ。あ、なんかちょっと、なんかやばい、割れそう。ええ、そう。あー、もう一回弾ませてみ。はい、おーちゃんの、いきます。せーの、わ、何回回ってきたよ。まーちゃんのやばいよ。あーここがえぐれた。これ以上やったらダメだよ、まーちゃん。やばいね、これもうちょっと乾燥させた方がいいかもね。お茶の方は結構硬い。うん、茶のがっかり。もうちょっと乾燥したら大丈夫だと思う。光った、うん、まあこういうこともあるよね、まあ、そうだね。電気暗くしたらどうなの。おー、綺麗。うん、あ、でもこっち側全然、こっち側はピカピカだけど反対側は真っ暗。あ、じゃあそうだね、あのコーナーのままだね、水あんまり捨てないもん。あ、そういうこと。おちゃんのは、失敗ですね。この動画が面白かったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあグッドボタン押してください。また見てね。バイバーイ。こっちだよ。忍者ドローンとして忍者ドローン。あぶりぶぶ。神様は雷で飛んでいきましたとさ。そしてお母さんしかいなくなりました。おしまい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。